西小倉駅に到着です。大回り乗車のルートはここで鹿児島本線下り方面に乗り換えます。西小倉駅には拉致内買い物スポットがあります。改札内のコンコースにトランドールプチさんが営業しており、香ばしい匂いを漂わせています。トランドールというのは JR 九州グループのパン屋さんです。そして飲料の自動販売機が1、2番ホームに4台、3、4番ホームに1台、5番ホームに1台、アイスクリームの自動販売機が1、2番ホームに1台設置されています。さて、ここから小倉駅へ向かいます。西小倉小倉間は大回り乗車のルートには含まれていませんが、分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例というものが適用されて、西小倉駅を通過する列車特急を利用する場合、この区間を往復することができます。小倉駅は拉致内の買い物スポットが充実しているので、特急を利用することを前提とするならば立ち寄るのもありです。ちなみに特急利用については北彦山線方面は普通列車のみなので、鹿児島本線側で乗車することとなります。もし特急利用をしたくないのであれば、西小倉駅で乗り換えましょう。小倉駅到着です。小倉駅は JR 九州で2番目の利用者数を誇る大きな駅です。そのため拉致内の買い物スポットが多く見られます。まず改札内コンコースですが、改札のすぐそばにお土産物店の小倉名品蔵さん、そして通路を挟んで駅弁販売の北九州駅弁当さん、新幹線との連絡通路にコンビニのファミリーマートさん、そして各ホームへ連絡する跨線橋通路には JR 九州フードサービスさんによる立ち食いうどん、限界うどんが営業しています。次にホーム上の店舗です。1、2番ホームと7、8番ホームに北九州駅弁当さんによる立ち食いうどん店が営業しています。かつて JR 九州フードサービスさんによるうどん店が3、4番ホームに、ラーメン店が5、6番ホームにありましたが、閉鎖されてしまいました。31日までの間、飲料の自動販売機も数多くあります。1、2番ホームに9台、3、4番ホームに10台、5、6番ホームに11台、7、8番ホームに11台、コンコース限界うどんさん横に1台設置されています。小倉駅からは特急ソニック号自由席に乗って折尾駅へ向かいます。
ちなみに臨時列車の川蝉山蝉伊三郎新平号や36プラス3号を利用すると列車内で教職サービスを受けることもできます。オリオ駅到着です。オリオ駅は見学日の約2週間前に最終線路切り替えを行った新しい高架駅です。改札内コンコースには大分唐揚げさんによる唐揚げ店が、隣り合って三日月屋さんによるクロワッサン専門店が、そして振り返って東竹軒さんによる立ち食いうどん店が営業しています。見学時にはお見かけしませんでしたが、東竹軒さんはコンコースやホーム上で立ち売りもされています。そして飲料の自動販売機が2、3番ホームに5台、4、5番ホームに4台、6、7番ホームに4台設置されています。カシー駅に到着です。ここからカシー線に乗り換えです。カシー駅ラッチ内に買い物スポットはありませんが、飲料の自動販売機が1番ホームに8台、2、3番ホームに6台、4、5番ホームに3台設置されています。また IC カード決済非対応ながら、アイスクリームの自動販売機が2、3番ホームに1台設置されています。長者丸駅に到着です。ここから福北豊線に乗り換えです。長者丸駅ラッチ内に買い物スポットはありませんが、飲料の自動販売機がコンコースに2台、1、2番ホームに1台、3番ホームに1台設置されています。